新編集長になりました、本田と申します。よろしくお願いいたします。関西ウォーカーは4月からですね、3ヶ月間観光を休止しておりました。新型コロナウイルス感染拡大防止の見地からですね、お出かけ情報誌を出すということ自体を自粛しなければいけないと思いまして、約3ヶ月間観光を休止しておりました。7月20日からですね、ついに観光再開できることになりまして、今はその嬉しさで編集部いっぱいになっております。7月20日に発売されます関西ウォーカーの月刊化第1号なんですけれども、新型コロナウイルスの影響を受けた中でどんなお出かけ情報誌を作れるかということを考えまして、安心安全なお出かけを読者に提案できないかと思って制作いたしました。具体的には編集部がですね、ソーシャルディスタンスですとか各スポットの3密対策などを取材しまして、その情報とともに読者の皆さんに楽しい夏休みのお出かけ情報をお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。こちらが7月20日に発売されます月刊化第1号の表紙でございます。表紙はなにわ男子の藤原丈一郎さんが、初の単独表紙を飾っていただいておりまして、ご本人も自腹で5冊買っていただいたなんて噂を聞いております。実際紙面も出てくるんですか？はい、藤原さんのグラビアが全部で12ページございまして、彼が大好きなオリックスバファローズについて語る場面ですとか、浴衣で夏祭りデート気分を味わえるデートグラビアですとか、盛りだくさんな内容になっております。パワーアップしたポイントは主に3つあると思っておりまして、1つはやはりコロナの影響を考えなければいけませんので、このご時世でも安心安全にお出かけを楽しむにはという視点を取り入れております。我々メジャーを持ってですね、行列と行列の間2メートル空いてるかとか、そういうのもチェックしたりですとか、各スポットの3密対策など厳密にチェックしておりますので、そこはご期待ください。2つ目なんですけれども、コロナの影響で国中が経済的にもダメージを受けていると思います。ですので読者支援のために、お得な割引クーポンですとか、ホテル宿泊券などの豪華プレゼントをたくさんご用意しております。ポイントの3つ目なんですけれども、かねてから連載で人気が高かったジャニーズの4つの連載がございます。これまでは各週誌でですね、号ごとに載っている連載と載っていない連載があったんですけれども、月刊化に際しまして、その4つの関西ジャニーズの連載を一度に読めるようにしております。よろしくお願いいたします。はい、例えばなんですけれども、現在訪日される外国人の数も減っておりまして、京都を中心に関西のですね、風景というのもかなり変わっているんですね。なので今年だけの京都ですとか、今年だけの関西というような特集を組んでいきたいと思っております。それから3ヶ月に1回ですね、季節ウォーカーというものも出していきまして、こちらではですね、春夏秋冬の網羅的な遊びの情報を紹介しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。この3ヶ月間ですね、編集部員も自宅から出ることができなかったんですが、その間にですね、もう一回みんなで関西の魅力って何だろう、関西ウォーカーに求められていることって何だろうっていうのをずっと考え続けまして、その成果をこの月刊関西ウォーカーに込めておりますので、今までと変わった紙面をぜひチェックしていただけたらと思っています。